東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J1 リーグは24日に第8節を行った。ベストアメニティスタジアムではサガン鳥栖とジュビロ磐田が対戦し、 1-0 で磐田が勝利した。磐田は2試合ぶりの白星、鳥栖は開幕戦以来の白星とはならなかった。韓国人4選手が先発の鳥栖はサイド攻撃でゴールに迫った。前半36分には決定機が訪れ、左サイドからディフェンダー吉田豊が低い弾道のクロスを入れると、ニアに走り込んだフォワード豊田洋平が左足で合わせるも、クロスバーを叩き、チャンスを逃した。対する磐田は、前半は、なかなか攻撃の形を作れず、さらに、同15分に、ディフェンダー谷口博之と競り合った際に、フォワード森島康人が負傷し、しばらくプレーを続けたが、同20分に、フォワード斉藤和樹との交代を余儀なくされた。後半3分には、ペナルティーエリア手前の中央でパスを受けたミッドフィルダーアダユトンが右足を振り抜くも左ポスト直撃。ゴールネットを許すことはできなかった。後半31分、鳥栖はミッドフィルダーペクソンドンが突破から右足シュートは至近距離で防がれたが、こぼれ球をミッドフィルダーキムミヌがフリーで左足シュートを放つも枠を外れる。さらに、同35分、左サイドからキムミヌがゴール前に絶妙なクロスを送るも、豊田にわずかに合わず、1点が遠い。お互いに決定機は多くなく、このままスコアレスドローに終わるかと思われたが、終了間際に試合が動いた。後半44分、右サイドのフリーキックから、ファーサイドのミッドフィルダー松浦拓也が左足ボレー。これは、中央に折り返す形となったが、誰も触らず、ペナルティーエリア右まで流れたボールを、ディフェンダー大井健太郎が右足を出して、コースを変えてゴールに流し込んだ。大井の磐田復帰後、初ゴールが決勝点となり、磐田が 1-0 で勝ち点3を獲得した。試合後のインタビューで、大井は、前で誰か触るかなと思いましたが、松のおかげですね。反応できなかったから当たってしまったという感じでした。まあ、ラッキーですと喜んだ。